ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。ポータブルライスクッカームスタクという商品を購入してみました。購入してもうすでに一度開封して、中性洗剤で洗える部分はすべて洗ってあります。こちらをね、購入した理由として、車中飯でご飯の、ね、炊くのに便利なんじゃないかなと思いました。で、二段式なので上の段でおかずを温めることもできるということで、こちらの商品をね、選んでみました。炊飯器の、本当に家庭で使っている炊飯器のミニ型で1号とか2号炊けるタイプのものももちろんあるんですけども、そちらはね、おかずを同時に温めることはできませんし、丸型というのが若干ね、収納に不便なんじゃないかなと思って、こういう形のものをね、選んでみました。それからですね、ネットで検索すると、デザイン全く一緒でですね、名前だけ違うんじゃないのっていう商品たくさん出てます。その中でこちらを選んだのは、この今ね、映っている内釜、仕切りのないタイプの内釜と蓋が一組ですね、サービスで付いているということで、こちらの商品を選ばさせていただきました。で、弁当箱型の、炊飯器で、直接ね、熱を伝えてお米を炊くタイプのものもあるんですが、そちらのね、デメリットとしては内釜が外れない、洗うときに本体に水をかけないように洗ってくださいとか、電源部分水がかからないようにしてくださいということで注意書きがありました。それはね、日々使う中で、毎回気使って洗わなきゃいけないっていうのがね、ちょっとね、難点かなと、デメリットかなと思いましたので、購入を却下しました。それでですね、こちら説明書になるんですが、説明書のね、内容としては蓋をせずに炊飯してくださいということで書いてあったんですが、訂正版は蓋をつけて炊飯してくださいということで書いてありました。それからですね、今見てたのが、こちらご飯の美味しい炊き方、それとこれがですね、サイトを見る形になるんですが、こちらを利用したレシピ等書いてあります。それからですね、購入レビューされた方にはムースタク専用しゃもじ、こちらをね、プレゼントということで書いてありました。私はね、レビューとかね、ちょっとね、正直ちょっとめんどくさいんで何もしてません。なのでね、しゃもじもらってません。それとね、何があるのかな、わかんないな。実際使ってみないとね、何とも言えない部分なので、これからね、使ってみた感想っていうのをね、お伝えできたらなと思っています。今ね、見ていただいたように、この1段で、2段式なんですけども、1段で使用することももちろん可能です。ご飯だけ炊きたい、おかずだけ温めたいという場合にはですね、こういった1段の形で使ってみるのもいいと思います。ご視聴ありがとうございました。こうチャンネルでした。